亀戸天神社は、東京都江東区亀戸にある神社である。菅原道真を祭り、学問の神として親しまれている。特に1.2月の受験シーズンの土曜、日曜には、道真の加護を求めて、絵馬を奉納する、受験生で境内が溢れる。通称は、亀戸天神、亀戸天満宮、または、東財布天満宮。商法年間、 菅原道真の末裔であった、九州の太宰府天満宮の神官、菅原大鳥一晋助は、天神信仰を広めるため社殿根流の志を持ち、諸国を巡った。そして1661年、江戸の本所亀戸村にたどり着き、もともとあった、天神の彰子に道真ゆかりの飛び埋めで掘った、天神像を奉仕したのが、始まりとされる。当時、 名暦の大火による被害からの復興を目指す、江戸幕府は復興開発事業の地として、本所の町を定め、四大将軍、徳川家綱はその鎮守神として祀るよう現在の社中を寄進した。そして1662年、地形をはじめ社殿、楼門、回廊、新地地、太鼓橋などが、太財府天満宮に習い造営された。本殿の変額は、ご本社である。 畜主国大財布天満宮宮寺であった西、高辻信定による記号。古くは総本社にあたる大財布天満宮に対して、東の財布として、東財布天満宮、あるいは、亀戸財布天満宮、本所財布天満宮と称されていたが、1873年に、府者となり、亀戸神社、1936年に、現在の亀戸天神社となった。 亀戸神社の藤と、くずもち亀戸天満宮は、漢文2年、太財府の神官、大鳥井信介が、菅原道真の像を少子に祀り、翌年、太財府に模した社殿を造営したのがその起こり。明治6年、亀戸神社と、昭和11年、亀戸天神社と改めた。学問の神様として、信仰を集め、藤と梅の名所で知られ、 名称江戸百景にも描かれた古刹である。亀戸の名物、くず餅は、屋台売りの他に、文化2年に、天神社参道にて創業した、船橋屋が人気を集め、そのくず餅は、亀戸餅とも呼ばれた。くず餅と藤のやり、明大久年餅と記された詩編の一部が、書き写されている。夜渡し風俗杖では、屋台売りの、 亀戸名物くず餅が描かれている。清水清風著東京名物百人一首明治40年8月、亀戸神社の富士とくず餅より、抜粋2010年から2011年にかけて放送された、ゆく年くる年では、キーステーションに選ばれている。例年1月24日から25日、縁起物である木彫りの嘘が授与される。去年の足シは、 嘘となり、誠の基地に取り替えんとの言い伝えによる。木彫りの嘘は、高さ5から22センチメートルくらい、白木の円柱に、上部3分の1位が荒削りされ、頭部と腹部となり、背後は、削りかけの手法で、お葉が切り込まれる。彩色は、頭が黒、胸は主、背の羽は、緑と黒である。亀戸天神の境内には、 観光が好んだ梅が300本以上植えられている。さらに、境内の本殿前には、道染公が5歳で読まれた、美しや紅れないの色なる梅の花あこが顔にも、つけたくぞあるという花碑と銅像がある。なお、梅祭りは、例年2月第2日曜日から3月第2日曜日まで行われる。4月25日から5月5日まで、境内の富士が、 一斉に開花し、神社中が一面藤色に染まる。太鼓橋の上から見渡すことで、一面の藤棚を上から見下ろすことができることも特徴。江戸時代から亀戸の藤と呼ばれた藤の名所であり、亀戸以外からも観光客が訪れる。同時に、学業交際も行われ、学業祈願の祈願者も多く訪れる。 富士祭り例年10月下旬から11月下旬まで、観光は梅と共に菊の花を、三数々の赤を読んだ。16歳の時に読んだ残菊詩から亀戸天神社では観光を忍んで、宮中で行われていた和歌、レンガなどを読む残菊の縁を催していた。近年では本殿の正面を取り囲むように菊を展示して観光を慰めるとともに、 参拝客も鑑賞できるようになっている。菊祭り、道真の驚愕上の詩である、延暦寺、第十三代雑、星小坊ソニ僧城を祀る。宇の神として知られ、正月初卯、二の卯、三の宇には、卯土や宇の神札が授与される。正月の初卯網では、江戸時代から大変賑わっていたことが、とうとう時期に記されている。 うずえとうずちは1831年のうどしから売られるようになったが、当時のうずえとうずちの形状は日本民族寿司に描かれている。明治になっても初詣では人気があり、芸者と旦那がこぞって初詣をしていたことが1875年1月7日の東京日日新聞の記事となった。初詣には陸路の他に、 亀戸天神社の西側を流れる横実験川の水路を使った。道真の妻である、島田千来子及び十四人の子供を祀る。漢文年間に、筑前花園より感情を受けたものである。安山、小宝、立身出世の守護神として信仰されている。1665年7月に、太財府天満宮新寺地の守護者を誕生したもの。その後、 亀戸天神の真神人池を上野市のバズ池に見立て、この社を弁天堂と呼んだことから、七福神の一つである弁祭天として信仰されるようになった。1662年に太財布天満宮の神木である飛び梅の未笑を誕生したもの。現在の社は1988年に再建されたものである。 菅原道真は845年6月25日の、お中年に生まれ、903年に亡くなったが、早々中、遺体を乗せた車を引く黒牛が動かなくなり、その場所を墓所と定めた。その後、その場所に社殿を建立し、五霊を祀ったことが、太財府天満宮の起源であり、その年もお中年であった。また、道真が京都から太財府へ下校中、 白牛によって何から逃れることができたという古事が伝えられている。道真と牛との縁は深い。新牛座像は1961年、鎮座300年祭時に、社殿の復興と共に奉納された新牛に触ることにより病気を治し、知恵を得ると言われている。牛は天神の神使として信仰されている。4年に一度こう遠く亀戸に一致しているが、 宇治湖地域の大半は、墨田区、しかも、総武線以南の町日の戸である。亀戸地域の鎮守ではなく、亀戸鎮守は別途カトリ神社が、同じ亀戸三丁目に存在する。ありがとうございます。